はい、スタートですね。これ2回目なんですけど、2回目も、緊張感走りましたよね。ですけども、やはりここは、3番の山田秀明選手が前に出て、そして、それを見て中本選手9番車がね、前に出ましたね。風を受けて、山田秀明選手の前で風を受けて、誘導員までね、連れて行ってやろうということですよね。少しでも、山田選手に風を当てないようにね、まあ、これは配慮ですよね。ラインの力だと思います。そして前を取った九州勢ですね。小川雄介選手も、これから前に上がってくると思うんですけども、まあ、これで早めに隊列が整いましたよね。3番、9番、5番、山田秀明選手に中本選手ですね。そして、小川選手、ここが九州ですね。中段ですね。中段には、2番の三谷選手がいますので、これから8番の中西選手が上昇してきて、8番、2番、6番の、ここは近畿勢ですね。鷲田選手も3番手を固めます。そして、注目されています、7番の吉田拓也選手、1番の諸橋めぐむ選手、4番の木暮選手ですね。7番、1番、4番、関東勢が後方となります。スタート牽制がありましたので、山田秀明選手からすると、前を取ってしまうと、後ろからね、抑えて、吉田選手に抑えられて、中西選手が主導権を取って7番手になってしまう、この展開が見えてましたので、やはり、前は取りたくないというところですよね。はい。ですけども、やはりね、2走目も2回目も、牽制が入りましたので、山田選手は前を取りましたよね。まあ、最終的にはさばける選手ですので、まあ、ここは、前を取ってもということだったんでしょうね。残り2周半の青ワンバックから、ゆっくりと吉田拓也選手が上昇してきて中西選手を抑えていますね。まあ、この2人どちらかが先行するわけですから、まあ、山田選手は前で、うまく立ち回らないといけないですよね。そして残り2周の赤番で、吉田拓也選手が前に上昇していって山田秀明選手を切る。そうすると、8番の中西選手がね、思い切りもう主導権を取らないとということで全開できますよね。まあ、そうなってくるとやっぱり山田秀明選手は7番手になってしまうと、これが山田秀明選手は最悪のパターンだったのでスタート出なかったんですよね。そして主導権を取った中西選手が、最終ホーム全開で三谷選手とね、鷲田選手を連れて先行です。中段は車間を開けて、吉田拓也選手なんですけども3番の動き見ててください。山田選手、木暮選手ね、内側開けたところ、諸橋選手が内側開けたところ、みんな外から山田選手が来ると思ってましたからね。そこで、諸橋選手の前にね、ちょうど吉田選手がまくっていきましたので、そこの間隙をついて伸びてきて、まあ、三谷選手は番手から伸びて1着、7番手から山田秀明選手がね、よく伸びてきて、自分の底力ですよ。あれが総合力ですよ。あ、なるほど。そこで2着まで来て、鷲田選手が3着というところで、はい、2番、3番、6番という形で、決着になりましたね。いや、このレースは最終バックで諸橋選手もね、外からまくってくるもんだと思って外見てましたもんね。そうでしたね。だからやはりあそこで大事なのは、3番手の選手は内外対戦を外さないように、木暮選手が外対戦を外さないように走っていれば、はい、山田秀明選手は内側来なかったので、そういうところですよね。そうですね、はい、先行する3番手が必ず締めとかなければいけないわけではなくて、まくりの3番手もしっかりと締めておけば、山田秀明選手は外からしか来れないので、関東勢にもチャンスがあったということですよね。なるほど。その辺を山田秀明選手は底力として状況判断うまかったですね。いや、かっこよかったですね。すごいでしょう、うん、自分がやりたかったプレーじゃないけど、うん、はい、そこでもしっかり取りに行くっていう姿勢が、そうです、すごいかっこよかったです。はい、素晴らしかったと思います、はい、